とりあえず地下2階まで行ってくれ。あ、わかった。そこの扉だ。鍵は俺が持っている。倉庫はこの奥だ。まあ、しかし久しぶりにここへ来たな。8年間放置していた場所だからな。悪いが我慢してくれ。しかし、ここまでひどいことになってるとはな。こっちにも変なのが嫌がるし、さすがに管理しなさすぎだろう。さっさと片付けるわよ。みんな、どい。じゃあそいつ、ここが正念場だ。セカンド、ゴムゴムのジェットウィング。修行にはちょうどいいな。そっちか。竜巻。サンダーボルト、テンポ！ナミ、ありがとう。よし、行くか。
金なら切るまでだ。サンダーボルト点火。邪魔だ。おりゃ。こんな道向かっ、この先だ。この先に海列車がある。少し準備に時間はかかるぞ。ああ、ありがとう、アイスのおっさん。少し時間をくれ。調整する。まあ、嵐を抜けるんだ。何が起きるかわからねえ。細部まで点検しておいた方がいいだろう。全く無茶な連中だ。ん？なんだこの音は。いや、声か。俺を呼んでいるのか。お前なのか。俺をここへ呼んだのは。おい、なんだよ、アイスバーグ。
てめえ突然現れたと思ったら何一人でブツブツ言ってやがんだ。そうか、お前らには聞こえてねえのか。だがちょうどいい、お前らも手伝え。この船直して海に出すぞ。はあ？ロケットマンを得た一味はアクアラグナで荒れる海を越え、四方の島エニエスロビーへとたどり着いた。忘れがたい光景ね。でも今はもう一人じゃない。え、どういう意味？あなたにとって忘れられない思い出のようね。ええ、とても。そうだったの。世界全部を敵に回そうとも、仲間を守りたい彼らの決意、それが仲間を信じ抜く心と生きる勇気を彼女の中に生んだのね。行くぞ！え、どういうこと？ちょっとルフィ！おい、ルフィ！前に来た時より警備が厳重じゃねえか。そうか、まあ全部ぶっ飛ばすから同じだろ。違いねえ、行くぞ。おう、さっさと片付けるわよ。そっちか。竜巻！やるな。
サンダーボルト先行ゴムゴムのガトリング。これじゃ上に行けねえな。よし、かかってこい。サンダーボルト点火。これからだ。俺の出番か。俺だって戦えるんだ。これで大丈夫なはずだ。ありがとう。おう。ここまで。エニエスロビーの猛者たちがそうやすやすと突破されるはずは。現実を認めろよ。現に俺たちはここにいる。よし、じゃあそこの火を吐く大砲ぶっ壊すぞ。ふざけるな、海賊どもの好きにはさせん。言ってなんかいねえぞ。サンダーボルト点火。またぞ。これだ。いけるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。まだだ。切り替えがありそうだ。鬼怖くなんてねえぞ。特定ロゼを導いて。まだだ。
言ってなんかいねえぞ。アームポイント。くさ、ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのピストル。強烈なのをお見舞いしてあげる。サンダーボルト点火。技のキレが戻ってきたか。俺の体は手にとって不足なし。サンダーボルト点火。これからだ。覚悟しろ。竜巻！これからだ。まずい。俺がいる限り誰も死なせねえ。行くぞ！アームポイント！俺がまとめて相手してやる。竜巻！大気も。し、俺はまだまだ。やったー！力を取り戻す。うおー！肉だ！すげーな！なんだここ？うわっ。
女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。肩慣らしといくか。ゴムゴムのガトリング。覚悟しろ。サンダーボルト、テンポ！ただ。敵が多いわね。さすがエニエスロビーだわ。てか！なんでお前らがこっち側にいるんだよ！後ろに回り込まれたんじゃ火炎放射器の意味がねえだろうか。どうするルフィ、そこにある邪魔くせえの壊してくか。へへ、そうだな、ぶっ壊そう。うわぁ、こ、勝手にくれだ。みんな早く来てくれ。火炎放射器を、いや、俺を守ってくれ。切り替えがありそうだ。サンダーボルト、テンポ！やるな。やってやる！ぶっ飛ばしてやる！ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。まだだ。くそ、動け。竜巻。やるな。行くぞ、アームポイント黒点、ロゼを導いて。ぶっ飛ばしてやる。よし、行くか。行くぞ。鬼！ああ、しびれが。まずいわね。こいつ任せて。えい！行くぞ。お、力がも、行き止まり。仕方ね、引き返すぞ。おお、海賊どもがここまで来たか。
だが、この火炎放射器は奥への道を閉ざす重要なものと聞いておるのだが、合ってるよな。知るか、誰に聞いてやがる。とにかく俺を壊されるわけにはいかん。正義の名のもと成敗してくれるわ。ということでいいよな。おう、好きにしろ。でも勝つのは俺たちだけどな。よろしい。ならばエニエスロビーの精鋭がお相手をしよう。ということで本当にいいんだよな。だから確認すんじゃねえ。サンダーボルト、テンポ！これからだ！いけるか？ギアセカンド！ゴムゴムの！ジェットピストル！これからだ！きっちり型をつけるとするか。竜巻！やるな。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。行くぞ。アームポイント確定。ロゼオ。まずいわね、こいつ強っ。サンダーボルト、テンポ！これからだ。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのピストル！これからだ。そっちか。危機急騰流アシュラ一無銀。これからだ。どうだ。ピッてなんかいねえぞ。行くぞ。よし、回り込んで先に進むぞ。それでウソップとフランキーはどこにいるんだ。確か地下に牢獄があったんですね。よし、じゃあ下行くぞ。おい、どこだ。ウソップ、フランキー。
お前ら遅れるんじゃねえぞ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。気をつけて。修行にはちょうどいいな。やるわよ。サンダーボルト、テンポ。俺に任せろ。行くぞ。俺すげー。こぼれすら己の恥だ。任せて。はっ。な、ありが。うれ。よし、行くか。ふわーちょ。さあ、喧嘩だ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。これからだ。やるか。待ってろ。アームポイント黒点、ロゼを見ちえり。くそー、これからだ。三刀流108ポンド砲。あん
たたちなんかお呼びじゃないのよ。行くわよ、サイクロンテンポ。くそ、覚悟しろよ。さてと、悪いが加減するつもりはねえ。行くぞ、ゴムゴムのガソリンだ。そこをどけ。も目指すは私のよ。みんなの役成長時。ん、そこの壁なんかあるぞ。私だってやるときはやるんだから。準備 OK。 サンダーボルト、テンポ。やるな。どうすっかな。ゴムゴムのピストル。ここが正念場だ。竜巻。うわ、怪物のパワー見せてやる。くそ、動け。どうだ。帰りは大丈夫かしら。とりあえず先に進みましょう。
ったく。こっちからは無理だ。どうにかして後ろに回り込まねえと。やった、中に入れたぞ。今本棚に気になるものが。よし。ちょっと待って。今本棚に気になるものが。ロビン、どうした？何かあったのか。この本、背表紙にワフルドと書いてあるのよ。ずいぶんと古いわね。そうね、こんな古い本が残っているなんて。考古学者から取り上げた資料や歴史書をここに貯蔵しているのね。これ全部なのか。政府にとって都合の悪い本をなぜ処分しねえんだ。歴史がどこまで知られてるか、彼ら学者が何を調べているのかを把握するためでしょうね。不都合な歴史か。それでロビンちゃん、見つけた本には何が書いてあるんだよ。ワフルドの成り立ちを調べたものみたい。こう書かれているわ。その日、新世界の外れで突然島が出現するという事件が現地を確認した学者によって記録された。目撃された巨大な水柱や近隣の島を襲った高潮。しかし海底火山の噴火や地殻変動は観測されていない。多くの事象が物語る。ワフルドは間違いなく空から落ちてきた。ワフルドの近海に群生する巨大な古代種の藻類が落ちた大地を受け止め浮かせているのだ。なぜ空から島が降ってきたのか、根本の部分でまだまだ謎は多い。海図と照らし合わせるなら、その場所はワフルドと全く同じ。ワフルドは空から降ってきてできた島。そう、不思議島ってことか。あら、何かあるわね。なんだ、後ろから来ただと。唯一の通路を塞いでたってのに、おかしなこともあるもんだ。
こいつ意表をつかれたはずなのに随分余裕ね。その辺の連中とは踏んできた場数が違うからな。この奥へ進まれたとあっちゃ海軍の名折れ。ここで止めるぞ。じゃあ止めてみろ。よし行くか。竜巻！まだだ！俺が！サンダーボルト！テンポ！まだだ！どうした？来い！ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。これからだ。手ごわいわね。みんな気をつけて。ドスフルール。グラップ。これからだ。まだまだ。切りがいがありそうだ。竜巻。まだだ。いけるか。ゴムゴムのピストル。これからだ。まずいわね。こいつ強いわ。行くわよ。こんな手ごわいわね。みんな気をつけて。ドスフルール。グラップ。これからだ。ゴムゴムのジェットピストル。これからだ。しまった。なんで私なん。任せて。あんた。この下は何があるの？さあ、わかんねえ。言ってみりゃわかるって。俺に任せろ。ここなんか滑り台みたいでちょっと怖えな。
何この厳重な扉。ちょっとやそっとじゃ飽きそうにないわね。よし、またギアサードでぶっ壊すから離れてろ。またってことは前もこじ開けたのね、あんた。ルフィらしいわ。でも今回はその方法じゃ無理かもしれないわね。ギアサード、どうやってやるんだっけな。どうやらまだその力は取り戻せてないみたいね。やっぱり別の方法を考えるのが良さそうね。それじゃあ別の技を試してみるか。ちょっとまずはこじ開けることから頭を離しなさいよ。見つけたぞ、麦わらの一味だ。おとなしく投降しろ。お前たちに逃げ場などない。仕方ねえ、こいつらを片付けるのが先だな。かかってこい。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。切り替えがありそうだ。三刀流108ポンド砲。これからだ。舐めないでね、こう見えて。サンダーボルト点火。手強いわね。みんな気をつけて。ドスフルール。グラップ。これからだ。これだ。出血ごときだ。きっちり型をつけるとするか。竜巻。やるな。あれ。えちちちちち。ゴムゴムのジェットピストル。これは一筋の、そこまで。これでどう。いってくらえ。いい調子だ。なかなかやるな。だが我々を倒そうとも鍵がないお前らはすでに袋のネズミだ。鍵？もしかしてこれのこと？ん？貴様いつの間に。だがそれが四方の塔へと続く通路の扉の鍵だとはわかるまい。あら、この鍵がそこの扉の鍵なのね。なぜそれが分かった。さすがだな。しかし鍵はあと2つ必要だとは気がつかまい。よくしゃべるおっさんだな。そしてそのうち1本が給餌室に隠されていることなどお前らごときでは見当もつくまい。にゃははは。お前もう喋らない方がいいんじゃねえか。この鍵以外にあと2本、全部で3本集めればいいのね。なぜそれが分かった。お前らは一体。
いろいろ教えてくれてありがとな。な、そうか、心を読む悪魔のみか。抜かった、抜かったのだ。どうやらただのアホだったようだな。それじゃ、ひとまず給仕室に戻るわよ。よし、行くぞ。そういえばチョッパー、ゾロのダメに効く薬はできたの？まだだ。でも俺、諦めないぞ。お前ら。なんかとっちらかってんな。囚人でも暴れて。暴れるぞ。サンダーボルト、テンポ！まずいわね。まだよ。俺の番だな。アームポイント確定。ロゼを導いて。任せろ。ゴムゴムのガソリンだ。ゾロ！
さっき聞いた給餌室ってここでいいのよね。どこだ鍵。俺がぶっ飛ばしてやる。あいつの弱点はどこだ。サンダーボルト、テンポ！俺が相手だ。竜巻！だ、む、よし！